やっぱり思っててもなかなかできないことなのでですね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、斉藤ひとりさんの名言で、お金持ちになったら友達もお金持ちにしてあげるということでですね、斉藤ひとりさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。斉藤ひとりさんは銀座マルカン創設者、ダイエット食品スリムドカンなどヒット商品で知られる化粧品、健康食品会社、1970年頃から漢方茶の販売を開始し、後に漢方をベースとした化粧品や健康食品の開発に着手。銀座日本漢方研究所、2002年1月に銀座マルカンに改名を創業された方です。ということでですね、斉藤ひとりさんのこの名言、まあ私もね、まあ未だにちょっとお金持ちではないのでですね、まあたくさんね、こう、なんていうか、谷町っていうか、ね、まあ銀座でね、おごったりだとか、新地で、大阪で言うと新地とか、京都で言うと祇園とか、おごってみたいなと思うんですけれどもね。まあそういうわけじゃなくてですね、まあ友達にですね、やっぱり感謝もしないといけないですし、いろんなところでね、皆さんが金持ちにならないといけないと思いますね。やっぱり皆さんのおかげでね、お金持ちになれば、やっぱりそこに還元しなきゃいけないのかなという思いがありますしね。もうまだまだ私はお金持ちじゃないのでね。まあそこまでできないですし。だけど、まあそれなりのことはいろいろやってきました。非常にね、悔しい思いとか、悲しい思いとか、たくさんありますけれどもね。すごくありますけれども、残念ながら、まあそういう人たちはね、そういう人たちなんだと思うしかないですよね。そういう人たちにね、いくら言ったところでね、響きませんし、友達にはなってもらいたくないですし。まあ、ましてや私のパートナーにはなってもらいたくないな、と思います。やっぱり、自分のね、やってもらったことに関しては感謝しますし、やっていただいたらまた感謝もしますし、お礼も尽くすし、やっぱり頭を下げるってことも大事です。私ね、自分で足りないところってそういうところだと思うんですよね。会社経営者の方ってやっぱりちゃんと頭下げられる方って下げられるんですよね。そういうとこすごいな。私はまだまだできてないなっていうところがあります。私もできてないところはあるのでね。やっぱりそういうところは見習ってですね。まあお金持ちが、なんで経営者の方ってお金持ちの方おられますけれども、なんでお金持ちかというところはそういう差だと思います。私もやっぱり思っててもなかなかできないことなのでですね。そういったところをね、見習って、斉藤ひとりさんなんかは、まあ今ね、まあこれとは別にですね、また、斉藤ひとりさんの名言の方をいろいろ書き上げてるんですけれども、ふと思うことがありますね。やっぱり、威張ってちゃダメだし、まあ踏んぞり返ってたらダメだし、うん。やっぱり、低姿勢と言いましょうか。きちんとなっていかないと、成功者ってならないんだなと思います。それはね、私は松下幸之助さんでもそうですし、いろんな経営者の方、たくさん勉強させてもらいました。まだまだ、経営者の方で動画を本当は上げたいんですけれども、そういったね、経営者の方にね、たくさん、やっぱり尊敬してですね、作っていきたいなと思います。はい。私も時間がなかなか足りないのでね、そちらもできてませんけれども、そういったところをね、私も見習ってですね、勉強すれば必ず自分も金持ちになります、なると思ってます。そういった時にね、皆さんと、やっぱり、お金持ちを共有したいなって思っております。頑張ってね、今日もやっていきたいと思いますので、本日も一日よろしく、お願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。